マイケル・トーキーはアメリカ合衆国の作曲家。ハイスクール卒業後にイーストマン音楽学校に進み、ジョゼフ・シュワントナーとクリストファー・アラウズに指示、イエール大学にも学んだ。ジャズのリズムや楽器法及びミニマリズムに影響された作品を作曲しており、多くの作品は明快かつ古典的な調整感を持つ。金作は伝統的な学識による、 職人的な作品が増えており、デルトレディチともども新ロマン主義音楽の作曲家に位置づけられる。器楽曲では曜日や日用品を題名にすることを好んでいる。時にポストミニマリズムの作曲家とも呼ばれるが、最も典型的なポストミニマル風の作品は、4つのことわざフォープロベルブスである。この作品は音節ごとに各音のピッチが固定されており、 戦律が変装されると、無意味な言葉の流れが生じるというものだった。このような作曲様式による作品は、他に、ことわざ辞典ブックオブプロベルブスと、イザヤの歌ソングオブアイザイアがある。おそらく最も有名な作品は、アトランタオリンピック委員会の委嘱によって、アトランタ公共楽団創設50周年の記念演奏会のために作曲された、やり投げジャベリンであろう。 これは1996年のアトランタオリンピック夏季大会の開会式において、オリンピックの歴史を紹介するアトラクションのテーマ曲として使用された機械音楽であり、伝統的な演奏会用助曲のように構成されている。オラトリオ、四季フーシーズンズは、ニューヨークフィルハーモニー還元楽団の創立100周年を祝って、ウォルト・ディズニー・カンパニーによって移植された。 ニューヨークシティ歌劇場のためのオペラの計画は、とんざしたが、代わりに、ミュージカルの作曲に向かっている。共感覚の持ち主のため、多くの器楽曲の題名を、色から取っており、後に組曲、色の音楽カラーミュージックを編み出した。スパナージャスタブルレンチは、ジャズに、サビラストは、ラップやディスコに影響されている。ハイアッシュや、電話帳テレホンブックは、 ベートーベンやメンデルスゾーンの時代様式への屋面もない回帰であるとして、批評筋から叩かれた。2003年に独自のレーベル、エクスタティックレコーズを設立し、アーゴレコーズから1990年代に出された6点の CD をセットで復刻している。ありがとうございます。